鶴岡東高校サッカー部のですね、鶴岡東高校サッカー部の監督三浦です。今年から鶴岡東高校のコーチになりました根本です。高校の時のツートップです。普段は何されてる方なんですか？なんかあるんですか？そのおはようございます。メンバー秀野翔司です。今日はですね、鶴岡東高校サッカー部のですね、新コーチ就任というニュースをですね、この間新聞で見ましてですね、サッカー大好きなのでちょっとそのニュース気になったので、オファーを出したところ、監督と新コーチにお話を聞くことができましたので、その様子をですね、今回動画にしましたので、ぜひご覧いただければなと思います。笑いなし真面目な内容となってますので、ぜひよろしくお願いします。では自己紹介を。鶴岡東高校サッカー部の監督三浦です。はい、あとこちらの方は今年から鶴岡東高校のコーチになりました根本です。お願いします。ざっくり経歴を、お二方経歴をまずは監督から。私、はい、大学卒業後に母校に戻って、でコーチをやりまして、13年前ですかね、監督になりました。じゃあ大学卒業してすぐ、鶴岡東高校の先生になって、はい、で今監督に。そうです。でどういうご関係ですか、こちらの新コーチさん。どういうご関係ですか？高校の時のツートップです。ツートップ。キャリアはどういう。キャリアは、当時の鶴商学園を卒業してすぐモンテディオ山形に入って、プロのサッカー選手に入って、で10年現役でサッカーをさせていただいて、その後モンテディオのアカデミーっていう育成組織で、15年指導者をやりました。合計25年モンテディオ山形で、はい、お世話になりました。モンテディオでコーチやって、監督やって、で今回どういったあれでその鶴岡東高校に。まあ、ちょっと誘いはあったんですけど、まあ、自分もちょっとモンテディを離れた新たなチャレンジをしたいなって思いまして、まあ、モンテディを離れる決断を今回しました。はい、でも教師ではないですよね。コーチです。はい、サッカー部の部活動指導員っていう形で、まあ、サッカー部のコーチだけをやってもらう。どうだ、普段は何されてる方なんですか？普段はサッカーのことだけ考えてます。でどういうあれなんですか、立ち位置というか、総監督とコーチ。監督が私 で、はい、で総監督が僕らが高校生の時の恩師の菅原雅史先生という方がいらっしゃって。あ、今いるんですか？そうです。でコーチとして入ってきてもらったと。ほう、だから元々の監督が総監督 で教え子が2人でやってるそうか。はあ、それまたすごいですね。つながりで、ボビー同士ね。で監督は普段は授業もされてるんですか？授業もはいしてます。何を担当されてるんですか？英語です。体育と思いきや英語の。英語です。今もやってるんですか？今はまあ3年生担当だったんで、今自由登校です。ああ、そうか、はい、やってます。ちょっとだけ今もやって。はい。おお、でどうも。サッカーのことだけ。でこれから何かやるとかあるんですか？あ、これから、まあ、鶴岡東のコーチやりながら、去年もやってたんですけど、自分のクリニックというか、例えば僕は選手時代フォワードをやってたので、ストライカークリニックをやったり、
まあ、あとは小中学生対象になんかソロ化のためにというか、まあ、山形県のためになんかクリニックなんかをやれたらいいかなと。クリニックっていうのは、まあ、医者治療されることですか。いや、あのサッカーを教えることです。あ、はい、どうなんですか、先生から見て、どっちから見て、山形県のストライカー事情というか。ストライカー事情は、まあ、山形っていう日本全体がストライカー不足じゃないですか、ね。優しい動きながら出ちゃってるんですか。どうぞどうぞ。本当ね。監督もそうですか。そうですね。先生からどうぞどうぞでした。どうぞどうぞでした。隣にいる人がちょっとすごかったんで。あ、なるほど。どうぞどうぞって点取っていただいてました。なるほど。じゃあそのじゃあ当面の目標は、まあ、全国で山形県を勝ち抜いて、そうですね。で、あの短期目標としてはまず県内で勝つっていうことと全国大会ベスト16、そこに向けて今頑張ってやってます。その鶴岡東高校自体というか、それは全国ってあるんですか。すみません、知識不足で。これまでは全国高校サッカー選手権3回、インターハイ2回で、あと天皇杯1回、めっちゃ行ってますね。そう、最近で言うといつぐらいですか。平成15年。2003年ですかね。だから20年じゃあ監督なもう入ってすぐ。そうですよ、私が教員になってから一度も行ってないです。ああ、まずですか。そうです、うん、それで今回。そうです、だからやっぱりもうワンランク上をって、まあ、検診陣では私も今年昨今年度含めて2回優勝させていただいてるんですけれども、やっぱりそこから抜け出すというか一歩踏み出すチャレンジをしたいなと思って。根本さん、なるほど。どういった選手を育てようとか、どういうあれとかってあるんですか。コンセプトとか、その監督がお願いしたいというのは、どういうあれをお願いしたいんですか。まあ、そこを話して、まあ、サッカーのことは根本コーチから、うん、でも今でもバリバリ動けるって話は聞いてますけど。え、全然動けます。いや、でも全然そんじょそこいらの高校生には負けないです。やっぱ負けます。動けるように。引退して何年ですか。引退して15年か。15年。なんかまだバリバリなんか見分けるっていう話をちらっと聞きますけど。全然動けないですね。昨日もちょっと今ちょっと怪我を抱えてるんで。ちょっと離れちゃった。それが治ったらオーバーヘッドを見せつけよう。現役さながらの怪我を収めた。あの引退の原因になった怪我を今でも引き続けて。肉離れが多くて。またしたんですね。またしました。あのなかなか肉離れするコーチ聞いたことないんですけど。まだ、ね、そんなに動いてないですね。混ざると本気になっちゃう。出ちゃう。でもやっぱりあどうですか、もう1週間ぐらい。そうですね、2月入ってから合流してもらって、2月の6日からはトレーニング、根本さんからもやっていただいてるので、かなり生徒たちは緊張感を持って強度高くできているので、これから非常に楽しみです。でも生徒はずっと知ってるもんですか。どうですか。そうなんだ。当時のことあんまり、あんまりじゃないですか。親世代を知ってる、うん、ああ、まあちょうどうちらの世代ですよね、うん、親の方が見たい。親さん根本さんのプレー見たい、ね、っていうのは多いですよね、やっぱり。親はそうかもしれないですね、わかんないですけど。早く怪我を治してもそこじゃあ一番近い目標でいうと どこになるんですか。まずは5月の末から6月の頭までインターハイ予選、こちらがまず
県大会になるので。あ、それが夏のインターハイ、はい、あれ冬のはなんですかね。冬は全国高校サッカー選手権、選手権っていうやつですね。そっちの方がなんか大きいですか。サッカーやってる子はやっぱりそっちがでかい大会で、そうですね、テレビでもやるし。ちなみにあの現役の高校生の頃はどうだったんでしたっけ。現役とか 1,2 年生の時にインターハイは出て、自分の学年の時はどっちも負けちゃってました。最後は、いや普通に決勝で、決勝で PK を見た記憶が、決勝残り3分でいられて負けました。 1-2 で、 PK を見た記憶が、どれ違う人PK はないです。あ、そうでしたっけ。じゃあこれからまたあの鶴岡サッカー部、鶴岡東高校サッカー部追い続けますので、メンバー入れは。ありがとうございます。ありがとうございます。で優勝した際また取って、で夏取って、冬に向けての目標って冬を取って、ね、1年間追い続けますので。よろしくお願いします。なんかあるんですか、その、あの、ちゃんと、なんか、あの、皆さんに伝えたいことがあるんですか。なんかあるんですか、その、もしあの応募なんかありますとか、なんか皆さんになんかメッセージあれば。まあ、第一に鶴岡東高校を全国大会出れるように頑張るのと、あとはまあ自分で山形県だったり庄内を良くするために、あの自分の主催のクリニックなんかをたくさんやろうかとは思っているので、もし興味のある方はぜひよろしくお願いします。ストライカークリニックだったり、まあ小中学生対象のクリニックを頑張ってやろうと思っています。サッカー教室みたいな感じですか。あ、そうですそうです。あ、はい、なるほど、はい、あ、ちょっと横文字だったんですいません。なるほど。あ、じゃあ、はい、問い合わせはメンバーヒデまで、じゃあ、はい、わかりました。でそのだただもうこれからじゃ あの日程だったりというのはだんだん徐々にこう春から春に向けて、ね、はい、なるほど。あ、じゃあ怪我が治った頃ですかね。はい、わかりました、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。で監督はあのなんか募集ありますか。生徒の募集とかあ、でも今もうそうですね、令和6年度の入学生は大体もう決まってきてますけれども、まず現役の子を含めて我々の後輩にも当たるので、後輩たちがこういい思いできるように我々一生懸命頑張ってサポートしていきたいと思います。そう、練習の見学ってのあるんですか。練習の見学も来ていただいても大丈夫です、ね、今の中学校3年、そうですね、今度は3年生とか、ああ、なるほど、はい。そうするとあの怪我が治ってればあの根本さん見れるってことですね。そうですね、うん、お父さんお母さんも見れるってことですね、うん、なるほど、わかりました、ありがとうございます。他にもコーチいるんですよね。おります、はい。何人かいますか、はい、キーパーコーチとか、ああ、理学療法士のトレーナーとか。あ、そうなんですか。おります、いろんなケアもしつつ。ああ、そんなにいるんですか、うん、なんか、監督が怖いとかないですか。監督が怖いとかないですか。全然ないですよ。全然ないと思うんですね。そうですか、頑張ります。はい、はい、頑張ります。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録よろしく。